名前と学年を教えてください。と高校3年生の大石修子です。はい、ご出身の中学校、あと道場あれば教えてください。と中学はここで同じく明慶学園で、道場は神栖の方にある神栖少年剣道教室というところでやってました。中学生までの実績っていうのはどういったものがありますか？小学6年生の時に県大会で個人戦で2位になって全国大会に行ったのが最高です。そうなんですね。明慶学園中学校からっておっしゃってましたけど、どういった理由で進学を決めたんでしょうか？やっぱり剣道を続けたかったっていうのと、母も明慶出身だったので、実際母が通ってた時に面白い人がいっぱいいるっていう風な感想を持ったらしくて、自分に合うんじゃないかなっていうので勧めてくれたのもあって入りました。高校3年までこの明慶で学んで、どんな部活動なんでしょうか？ここは実際母が言ったようにいろんな人がいっぱいいて、剣道もそうですし、勉強とかも考え方とか、本当にいろんな人が集まってて、すごい刺激がたくさんある感じで、剣道だけじゃなくて人間関係とか他のことも多く学べたなっていう感じがします。最後のインターハイ予選、もう終えた状態ですね。どういった結果だったでしょうか？個人戦は優勝できました。で団体戦はいけなかったんですけど、個人戦でインターハイに出場することが できました。いかがでしょう、感想としてはどうですか？全国出場を決めたというのはすごい絶望していったっていうよりかは、いけたっていう感じの感想の方が大きくて、また頑張んなきゃいけないなっていう感じが正直なところです。周りの3年生はもうじゃあ引退したような？引退してます。一人でちょっと寂しいですか？寂しいですね。ただたまに来てくれたりもするんで、そういう時は楽しくやってます。まあ、インターハイもあともう少しですけど、インターハイに向けての目標、意気込みを教えてください。行くからにはできるだけ長く試合ができるようにしたいと思うので、また頑張っていきたいと思います。大石さんのこれからの目標っていうのはどういったものがありますか？剣道はやめるつもりはないんですけど、それを使って大学行こうっていうつもりもなくて、勉強で頑張って大学入って、また剣道とは違う方面に行きたいなっていうふうに思ってます。わかりました。これからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。